なんかいますね。あの拠点ってタレットあるかな？けどあの拠点の人がアクティブなとこ初めて見た。まあ、風力発電機あるんで、外壁の中にタレットありそうだな、あの上とか。侵入は難しそうっす。で、海岸になんか拠点ができました。なんか、あれ死体っぽいのあるけど、撃ち合ってたのかな？え？なんかいる。何やってんだろう。戯れてるだけか。あ、死体がバックになったかな。え？ちょっと見えないっす。死んでもいい格好でちょっと様子見に行ってみよう。まあでもレイドとかが起きてるわけではなさそうですね。うわ、あの馬遅いけどちょっと囲いたいっすね。え、なんかいる。さっきのセミライあいつか。ん、待って、逃げてる。拠点に入ろうとしてるわ。てか入った。え、なんか何人か集まってるって感じか、これ。ん、拠点からパイソン撃たれた、これ。あ、なんか増築しようとしてますね。あれ、何を増築しようとしてんだろう。拠点から撃たれました。見えてんだ。いやー、自分の拠点も外壁巻きたいんですよね。ちょっかいかける前に巻けばよかった。あの拠点から見られるんだよな。なるほどね。あ、でも金属強化してる。ああ、また強化してる。まあでもあれ、頑張って建築してる最中に、俺外壁膜作業しようかな。死んだ。何を作ろうとしてんだろう、あれ。あれか、狙撃できる場所を作ろうとしてんだな。でも AK とかの銃声させてるから、もしかしたら別の敵が俺の拠点に近づいてきてる可能性もある。なんか外壁用ゲートを拠点に4つぐらいあるんで、今シーズンはゲートこれで、さらに外壁で拠点を巻こうと思います。防具棚なかった拠点から取ったんだっけな。あれ、設置できない。撃たれてる。うわー、変な置き方になるか。坂道判定が影響してるね、これ。やべえ、置けなさすぎる。強化してますね。頑張って建築してんの。何？
いや、もう一つのゲートを置くのが大変だな。わあ、来てる。まあ、来ている気がしたんで、一応武器とかはしまってたんだけど。まあ、多分チームメイトだな。外した。けどね、100%人張り付いてんだよね、これ。あれ？ポンプ持ちいる気がするんだけど。あ、でもやっぱ建築してるわ。そう、あれを作りたいんだろうね。まあでも、いずれあの拠点は、レイドするつもりだったんで。上に金属、使ってくれるんだったら、今は建築させた方がいいのかな？一回何も持たず出て行ってみよう。外壁の裏とかにいそうだな。いや、いないっぽい。で、問題はゲートですね。マジでゲート置けない。置けるのかい？あれ？置けなくなってきた。道路が近いかな？うお、びっくりした。びっくりした。ダブバレ持ちは帰ったかな。これ港が近いっていう判定かわかんないけど、外壁いい角度で置けないっすね。一応入っては来れない。まあ、ちょっと変な感じになっちゃいましたけどね。で、ゲートの前に、外壁また置こうかな。ラージリグは箱取られてるんですけど、スモールは湧いてるんで、周りに行ってもいいかもね。拠点にね、歯車ないんで、まあ、部品も欲しいっちゃ欲しい。あれ？てか俺、これ逆に置いてんだけど。まあ、いっか。こっちのゲートを置くタイミングでくるくる回して動かしたからか。そうだ、風力発電機、クラフトしようと思っても、歯車ないんだ。タレットを置けねえじゃん。え？ボール箔で馬殺そうとしてんだけど。やめろやめろやめろ。え、馬死んだ。マジか。てか、あの拠点のやつ、ボール箔持ってんだ。いで、完成したっぽいな。見えづらいな。ガレージだと一体化してる？見えねえ。まあ、間違いなく一番最初にちょっかいかけた俺が悪いな。いるかな、これ。怖すぎる。ボート拠点に来ました。リグ行こうかなと思います。え、待って、なくなってるんだけど箱。どうしよう。マジか。
なんで行こうとしたタイミングで箱消えるんだよ。ん？まだボール枠打ってる。あれだな、狙撃場できたから、あいつも構ってほしい感じだな。なんか自分の拠点の周りに外壁置かれてる？あれか。俺から奪った2枚設置したんだ。え？あ、足音してます。え？なんで？え、ちょっと待って。敷地内にいるんだけど、なんで？どっかから入れるとこあるっけ？それかこいつもしかしてずっといたのかな？あぶね。AK 置いてきてよかった。え、多分、隙間ないと思うんだよね。だからずーっとどこかに隠れてた。まあ、それか、俺がリグ行こうとしてる間に侵入したか。一応中に人いないか確認はしたんだけど。近くにいたみたいな。え？高速弾撃ってきた。外した。あ、そっから入ってきたんだ。ん？出れたのか？サク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 とか言ってたけどな。え？びっくりした。うぜえ。同じチーム？当たんねえか今の。自分の拠点の周りになんかめっちゃ人集まってきてんな。え？死んだぞあいつ多分。あれだな、ボルワーク撃つのやめて SMG で出てきたの。で、まだショットガン持ちの中にいると。え？違うやつが来た。あれはなんだ？え？死んだぞ、あいつ。違う寝袋で開けました。拾えないかな？誰なんだ？え？回収された？いや。何やってんだこいつら。なんか回収できたし。で、問題は自分の拠点の中にいるショットガン持ちっすね。あいつどうやって入ったの？ひとまずはボード拠点に運びます。戦い合ってる。ちょっとボートだけしまおうかな。やべ、見られた。まあ多分低出燃料持ってないんでセミライはボート乗れないと思うけど。ああ、はしごかけてるわ。なんかいる。いっそのこともなんか拠点に侵入させちゃってもいいかもな。これショットガン持ちはまだいんのか？あ、いる。ちょっと待って、こいついつまでいんの？やべえだろ。あ、はしごかけてるね。ああ、出ようとしてる。でも、もう一人ショットガン持ちいるぞ。やばい、カオスすぎる。
俺が一番最初にちょっかいかけたからこんなことになってんだけどさ。マジで早くタレット設置しないと。ん？さっきのセミライ持ちかな？でも裸ショットガンはいるっちゃいるんだよね。で、問題は、あの拠点の人が何人組かだな。二人だとは思ってるけど、え？俺すべてのヘイト買ってない？その死体回収しに行きたいっす。あれは多分はしごかけて侵入してきた人だ。外の寝袋で拾いに行くか。セミライ確保。これで一応ボート拠点の戦利品は運べます。けどこれだけ回収しないと。ヘイトが向こうの拠点に移ったっぽい。俺はこの間にちょっと水中ラボ行きます。あれ、緑のキーカードって絶対いるっけ？青、赤だけでも確かいけるよな。え、貨物船来てんだけど。あれ？三泊湧いてる。待ってこれ。どれ行くべき？でもそこの港を泊まらなかったってことは、二個目に泊まる気がするんで、珍しく誰も乗ってなくない？予定変更してカーゴシップ行きましょう。だから守りきらなきゃいけないってことになるけど。やべやべやべ。え？待って、ミニコプター止まってる。誰かいるんだか、これ。え、あのミニコプター誰の？で、港到着しそうだし。え、このミニコプター欲しい。え？どういうこと？やばいやばいやばい。すでに戦闘があったのか、これ。やべえか、これ。ちょっと待て、着く前に AI 倒さないと。ちょっとミニコプター持って帰ろう。んで、ミニコプター置いたら徒歩で、カーゴシップ向かいましょう。なんなんだこの展開。早くしまわないと。なんかやりたいことが1点2点3点してんな。多分だけどまだ7分ぐらいは持つと思うんで、俺がここに乗り込めたとしたら敵がいない限りは開けられるね。まあ、乗り込んだとしても戦闘になる可能性大だけど。ああ、でもこの表側から行くの俺初めてかも。で、AI の銃声してたんで、まあ、人は中に乗り込んでるってことっすね。やべ、水の音させちゃった。俺はこの中から入ろう。
下にはまだ降りてないってことだな。けど絶対誰かが乗り込んでるんで、そいつを倒さなきゃいけない。開いた。あ、ラグ最悪。俺が貨物行ってる間もなんかやり合ってたっぽいけど、どうなったんだろうな。え、なんかいる。落ちた。まだなんかやってんのが。まあ、俺含めてみんな暇人ってことっすね。で、ボート拠点にある装備を運搬したいんだよな。ということで、風力発電機クラフトしたので、拠点にタレットを設置していきたいと思います。ああ、これ、修理するか。ここにバッテリー置いて、よし。邪魔されると思ったけど、覗いてないっぽいっすね。一台目。この建築すんの久しぶりだな。ということで、すべてのタレット動き始めました。で、屋上1台かな。まあ、とりあえずこれで拠点完成って形なんですけど、どうだろうな、誰かレイドしてくんのかな。まあ粘着はまだされる可能性あるっすけど、拠点には侵入できなくなったね。